尋常にし、ここは引きましょう。
ありがとう。俺たちの大切な宝物。つらかったよな。そうなのか。うち教会のおつだから、新しい命バカにするな。そっか。なら、悲しい。お母さんは僕なりに。だけど僕は乙女って、勇者様を助け、ややこしいって思う。ジオレット、旅を続ける気合や
気づいたら、勝てなかったら選ばれてしまったせい。そんなのはみんな分かってます。泣くなよジオリ。お前の不安はよくわかるよ。辛くても怖くても自信がないんだろ。こうやって自分のジオレット、責任の重さが分かった。与えられた役目を最初から。俺だってそうだ。ひょっとしたら、でもみんなと、それはきっとそれでいいじゃないか。俺たちに与えられた使命は確かに重たくて大変。絶対に魔人を倒してほしいって俺は思うんだ。結局俺、でもそれじゃ無責任。必死に立ち向かっている先代たちが残し、魔人にとっては思いを交わしている。いつか大きなうねりとなる。これは僕も、ちっぽけなもの、僕もだから当然。はい、よし。人の言葉なんかだから、またごめん。遅いですよ。
Thank you.
Thank you.
どうせ暇だ。やる。
Thank you.
引きましょう。よっしゃ、任せろ。いざ、尋常に勝負。ターン。ミアのターン。ミアたち。Thank you.
オレットのやつ、またドアをいくら強くたって、ほん、やってやる。
出番だね。
よっしゃ任せろ。みんなおThank you.